ないんですよ、英語のメニューが。あ、でもダルフライとプレーンライスでいいっつって、ダルフライ頼んでみました。さあ、ここにどこにダルフライが書いてあるんでしょうか。わかりません。まあ、ダルフライ ね、 あのね、量的にもちょっと、あ、いい感じのダルフライはね、ありがとう。水もね、はい、土臭くなくて大丈夫ですということで。美味しい、美味しいね、スタンダードで美味しい。なるほどね、牛乳ね、あれ牛乳です。牛乳買って今帰ってきた。コーヒー食べました。お湯が出てきましたよ。だけど、あーで、ちょっとね、もうずーっと、ここがレストランだって知らなかったレストランに来てみた。ね、なんか公民館的なところだと思う。中を覗いたことがなかった。ちょっと奥まってるから。だから、ここがレストランだってことを全く知らなくて、ずーっと知らなくて、それでチャイヤで飲んで、まあ、Google のマップとか見ながら、おっさん、ちょっと僕はもう行ったことないところも ないんだよねって話して、そしたらそのチャイヤが、俺の友達のあのなんとかレストランって知ってる？って、知らねえって言って、 Google マップでここって言って、えっ、ってここレストランだったのって言って今来てた。長い前置きがね。で、もうメニューは映してもこいつにさあね、ないんですよ、英語のメニューが。あ、 Google 翻訳で、 Google レンズ翻訳っていうので、それは安いなこれ、どこれ。僕いくらか知らないんだけど、で、何やんのって入ってきてすぐ聞いたら、ここの A さんがそこに座ってたんだけど、 A さんが、もうダルフライとかベジとか、あとプレーンライスもあるけどって言うから、でもダルフライとプレーンライスでいいっつって、ダルフライ頼んでみました。さあ、ここにどこにダルフライが書いてあるんでしょうか。わかりません。だけど注文して、その人って今作ってるところだね、おやじさん自ら作るんだ。うん、こんな感じです。さあ、 Google 翻訳いけるんだろうか、いけるのかな。ほい、あ、来た、あ、ダルフライ、ダルフライ60ルーピーなの、ダルフライ60ルーピー、ほー、ハニールティッカ160ルーピー、なるほど、便利になったよね。ターリーが一番安いのが70ルーピー、100ルーピー、ガジャワットターリーね、キャベツマサラって書いてあるね。すげえ、ドンが強えよお前。2人を、ご飯が40ルーピー、なるほど、あれ今出てきました、ご飯ということで、今出てきた、これでね、ちょっと翻訳していただいた。で、スタッフがこれ思いっきりものすごいでダンと置いてました。インド流だった、基本が乱暴なんで、それが乱暴じゃないんです。まあいいや。で、早かったね、注文してすぐでしたね。まあ、ダルフライね、ね、量的にもちょっと少なめなのかな。まあでもいいじゃん。あ、いい感じのダルフライだね。ありがとう。うん、混ぜてください。これは動画回してください。ありがとう、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 ありがとう。というわけで出てきました。ね。ないないない、バスバス、チャバルバスバスバス。お腹溜まるからね。会えなかったらまた寒さでも食うわ。でも水もここもやってくれても水とか置いてませんから大丈夫そうだね。大丈夫でしょう。だからこれ、まあ、冬場はね、特に気にしなくても大丈夫だということで、水もね、はい、土臭くなくて大丈夫ですということで、ちょっと食べて、まあ、そうそうそう、ダルフライ、まあ、店によって若干違うね。ここはちょっとジラージラが強いのかな。グリーンピースが入ってるのね、ここは、うん、で、トマトも入って、早かったね。まあ、で、これがダルだね。ちょっとワイドモードやめようか。お店が暗いんで、お店が暗いからね、全般的に暗くなっちゃう。まだ、早かったね。最初にこれ焦がすんだろうね、ジラとか。あ、これニンニクを焦がしてるんだよね。焦がせニンニクがいい感じで効いてるって話でしょうか。ちょっと光反射しちゃうね。ベタベタだな。ちょっと食べてみます、ローカルレストランのダルフライ。あ、美味しい。
美味しいね。スタンダードで美味しい。なるほどね。こんな高くない。いくらだっけ？もう忘れちゃった。忘れちゃった。だから全部でいくらだっけこれ？さっきも自分で見たの忘れちゃった。80ルピー、60ルピーだ。だから100ルピーだ。ご飯が40で、ダルフライが60。多分100です。はい。うん、あ、美味しいです。うまいね。もうごちそうまた来てみようかなということで、今日もさあ、ね、もっかかりということでスタンダード、一番スタンダードっぽいダルフライ、ダルフライの動画増えたね。これでダルフライをちょっと食べてみましたという、うん、結構な、あのカジラホの、あ、なんか焦がしニンニクがね、ふわっと今来た。美味しい、あのマジで美味しい。今まで食べたダルフライ、外で食べたものの中で一番美味しいかもね。ここの、ちょっと今暗い、反射してるからあえて、ライト切ってるけど、この黒いのが、黒いのがね、この辺の、やっぱライトつけようか。この辺の黒いのが、これ焦がしニンニクなんだよ。これが、あの、これジラか。あの、焦がしニンニク、これもそうだね。焦がしニンニクが効いてて、こう口に入れてちょっとかじった後にふわっとニンニクの香りがふわっときてすごく美味しい、うん、ダルフライでニンニクの風味を感じたのはちょっと初めてなんで、まあ、目線にもよるのかなっていう部分はありますが、今いろんなグリーンピースとかね、いろんなスパイスが混ざってて、もちろんダルです。ダルってあの黄色いね、これね、うん、で、あ、これすごい柔らかいんです。硬い丸豆だけど全然硬くなくて、グリーンピースよりももっと柔らかくなってる感じ、この辺もね。で、すごい美味しかった。だからダルフライもいろんな店ごとにやっぱりテイストの違いがあるんだっていうのを実感しました。それだけです。ね、公民館だとずっと思ってたんで、だって近くまで来ればテーブルと椅子が見えるけど、遠くからこう駐車場だから、駐車場なんですよ。だから僕車持ってないから全く駐車場無縁じゃないですか。だからずっと向こうの通りからなんかチラッとは見てたけど、あの公民館っていうかさ、レフトランっぽくないじゃん、ほら。だから一度も来てなかった。だけど来てみたら安いし、結構初めて食べる味のダルフライだったんで、まあ、いいかなって感じだよね、うん、そう、食べ終わったんで外にタバコ吸いに来た。で、ちなみにコーヒーとかってやってんのって言ったら、やってるって言って大丈夫？牛乳ないとか可能性ないって言ったら、大丈夫って言ったけど、結局親父さんがスタッフに牛乳を渡して、今牛乳を買いに行かせた。だからここで待ってると、そのうち牛乳を買ったスタッフが僕の前を通るはずなんだ。牛乳ね、あれ牛乳です。牛乳買って今帰ってきたというわけで、これから牛乳温めるのね。ルーツかしらね、ルーツね。さっき俺に味噌ドンって出したんですけど、今お買い物ボーイからキッチンに、僕がコーヒーを頼んだばっかりに買ってこなきゃいけなくなった牛乳を手渡りましたので、今これ作ってます。でコーヒーが20か30という、さっきちょっともう一回グーグル、この辺に、この辺のどっかに書いてある。多分この30だと思う、15番だと思う。頻度を分かる方、違ったら違うって言ってください。コーヒー食べました。コーヒーが出てきましたよ。だけどコーヒーにコーヒーが出て、だからこれ好きだ、だから全部入れちゃっていいの？ストロングよね。いっぱい分だぜ。でも俺全部入れちゃおう。だってこれ逆にどんだけ入ってたんだっていうね。全部入れちゃう。これ別料金じゃないよね。じゃあね、こうじゃん。さ
最初から、どんだけ薄かったんだって、俺もったいないから全部使っちゃう、今全部自分で入れたんだけど、ほとんど入ってなかったって言ったらね、なんかどんだけ薄口なんだよって、ストロング、うん、一杯分だよ、うん、全部入れてくれよ、まあ、インドの人はストロング好きじゃないんですかね。で南インドはしっかりコーヒーのしますけど、北インドは大学コーヒー、甘い、すごく甘い、うん、けど、まあ、無事コーヒーが知った、それだけ、それだけです。